松尾さんが訪れたのはいわき市のドリームズ。よろしくお願いします。重い障害を持つ子どもたちを受け入れるデイサービス施設です。理事長の笠間真紀さんが重い障害を持つ子どもたちの笑顔と地域をつなぎたいと3年前に開所しました。私自身の三男が中小心身障害児で生まれまして、いわき市の中でやはり重心のお子さんたちをお預かりしていただける施設が少ないっていうことと、将来的にもっと成長していって、大人になった時に、彼らとか彼女たちがこうずっとこう幸せに帰る場所があったらいいなっていうところからスタートしてます。しかし開設の翌年に東日本台風が発生し、近くを流れる夏井川の支流吉間川が氾濫。施設だけでなく笠間さんの自宅も浸水被害を受けましたが、お子さん連れて行って、行った先が、なかなかそういう施設も含めて機能としてお子さんが面倒を見れるような施設じゃなければ、避難所じゃなければ、そうですね、やっぱ体育館とか一般の避難所はすごく厳しい、ね、過酷です。被災した笠間さんが呼吸器が必要な息子のリオン君と一夜を明かしたのは避難所ではなく車の中でした。避難所に行くことはすごくためらいがやっぱり強かったので、気を使いすぎて電源使うとか、それこそのパーテーションがあるのかとか、毛布があるのかとか、そういうのを考えすぎちゃうんだったらもう自分でやっちゃった方がいいやと思って、普段からやっていないことは災害時にはもっとできない。その教訓から笠間さんは今年移転し再出発を果たした施設で新たな取り組みを始めました。災害時に避難することができるっていうところを項目を作っています。利用者25人の子ども一人一人に合わせ作成し、被災前から使用していた個別支援計画書、これに避難先や必要な持ち物、注意点などを記入する項目を追加しました。あくまでも子どもたちの視点、あるいは、ね、家族の視点でこれを作っていく、はい、あ、それは重要ですね、はい、リアル生の声なので、お母さんたちは 100% のお母さんが避難所に行けないとおっしゃいますの です、ね、はい、解除に必要な設備が整っていない、環境の変化に敏感なため避難所は大きな負担になる、理由は様々ですが、東日本台風から2年が経った現在も避難所への避難はハードルが高いままです。笠間さんはそれを少しでも下げていければと考えています。やっぱり守るべきことは命なので、はい、私も自分で経験したのを強く思いました。人に遠慮してる場合じゃないなっていうのも、それぞれに行政は行政、教育は教育、ご家庭はご家庭で頑張っているんですけども、それをこうつなぐ役割っていうのがなかなか見えてこないので、ぜひその皆さんをつなげられるような取り組みにしていきたいなと思ってます。